はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、ですね、昨日友人からこれちょっとやってみてって言って携帯でこう URL が送られてきたんですけど、なんか自分の恋愛プロフィールみたいなやつをですねなんかしないといけなくて、はい、でやった結果ですね、僕の恋愛を簡単に言うと、なかなかの存在感だがモテには至らずって書いてありますね。はい、まあ、約5年ならないぐらい彼女がいないのか、ここがしっかり示してくれてますね。はい、ちょっと頑張りたいと思います。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、朝起きるときに腰が痛いっていう方に対しての、ストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思います。で、途中からですね、最後にストレッチ方法をお伝えするんですけども、まず自分がなんで腰が痛いのかっていうのをしっかり理解していただく必要っていうのがありますので、まず、座学というかですね、解説からさせてください。はい、で、じゃあ朝起きる時のですね、腰痛の原因はどこにあると思いますか？腰ですか？頭ですか？内臓ですか？はい、まあいろいろあると思うんですけども、今回ですね、お伝えしたいのはですね、こちら大腿筋膜張筋って言われる骨盤の横の筋肉ですね、ここにある筋肉が原因で朝の痛みっていうのが引き起こされているケースっていうのがあります。じゃあそれがなぜなのかについてお話をしていくんですけど、はい、ちょっとこちらご覧いただければと思うんですが、ちょっと待ってね。はい、まあ、大腿筋膜張筋っていうのはですね、こちらですね、骨盤の横から途中から靭帯に変わって膝の外側にこういうふうについてるわけです。はい、でこの筋肉ってですね、こう硬くなってくると骨盤がね、どうなっていくのかっていうと、前傾っていってこっち前の方にこういうふうに傾いていきます、まあ、こういう作用を持ってます。じゃあなぜこの筋肉がですね、硬くなってきてしまうと腰の痛みにつながってくるのかっていうと、まあ、昨日もちょっとお話ししましたが、皆さんこの後ろには何がありましたっけ？そうなんですよ、靭帯っていうものがありますよね。で、靭帯には当然、痛みを感じる受容器っていうものが存在してます。なので、ここの靭帯にですね、牽引力、まあ、ストレスですねっていうのがかかってきてしまうと、この辺りの痛みを引き起こしてしまうっていうのが、まあ、特徴としてあるわけです。じゃあ、大腿筋膜張筋って硬くなるとどうなるかっていうと、どうなりましたっけ？骨盤が前に行きますよね。骨盤が前に行きます。そうすると、後ろにある靭帯ってどうなりますか？前に行ったら当然引っ張られるわけなんですよ。そう。なので、ここが痛くなってきてるわけなんですよね。なので、これに対してここを治療していっても、そもそもの原因を作ってしまっているのは、この大腿筋膜張筋なので、ここをね、やっぱ施術していかないと、痛みは取れてこないっていうのがあるので、これを今から、ストレッチの方法っていうのをお伝えできればと思います。はい。そしたらまたお布団だったり、床だったり、好きなところにちょっと移動していただければと思うんですけども、まあ、今回ね、左腰が痛いっていうのを手でやっていこうかなっていうふうに思います。なので右腰が痛い方は、今から右の方をやっていただければと思うんですけど、もう一回解説するとですね、まあ寝てますで、この筋肉硬くなると前傾ですね、前傾になってくるので、この状態でね、こう起きた時っていうのがこう持ってかれてしまうので、それで靭帯が引っ張られてしまって、まあ、痛みが出てるわけなので、まあ、ここを伸ばしていきますね。で、やり方なんですけど、まずね、正座というか、ちょっとこんな感じ、お姉さん座りみたいな感じ、左側をお姉さん座りみたいな感じで、こういうふうに座ってあげてください。はい、で、座っていただいたらですね、逆足は膝の上にこういうふうに乗せます。はい、こっちから見ると、ここからこんな感じですね。はい、こんな感じでポジションを取ってもらいます。で、ポジションを取ったらですね、ここから少しずつ寝ていってください。このまま寝ていってください。これで全然大丈夫な人は頭をそのままつけてもらえればと思うんですけど、あたたたたっていう人もいらっしゃると思うので、その方は倒せるとこまででいいです。胸と倒せるとこまでですね。はい、で、倒してもらったらこの状態で30秒ほど深呼吸をかけていきます。1、
1、2、3、4、5という感じで30秒ほどやっていくと、このね、この辺り、太ももの前だったりとか、太ももの外側、ちょっと外側ですね、骨盤の部分、この部分が伸びてくると思います。はい。これが伸びることによって骨盤のですね、変なこう傾きっていうのを解消することによって、後ろにかかってくる靭帯のストレスっていうのを減らして腰の痛みが取れてくるっていうメカニズムになってますので、ぜひですね、該当する方、今のストレッチをやってみて痛みがですね楽になる方っていうのは、それを続けていただければと思います。はい。これもね、朝からやっていただくと一番、起きやすいんじゃないかなと思うので、起きる前にそのままやっていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それをしていただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味ある方はダウンロードして、腰痛改善に努めてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。